今日は、7、8ぐらいですか。2018年2月8日。今日はインラインスケートをやって、ペンちゃんが始まるそうっていう。スケートやって、それで、半導体、坂本書店中古で100円で2冊買って、で、マックで11時まで、ずっと。でも、アルミ箔で積んで出してきましたけど、ね、もう最後は出せませんでした、もう時間切れで。これだけ作ったとき。まあ長くできたとき。いや、でも明日土曜だからバスちょっと高いんで、行けないなと思って、まあ、電車しようかなと思って、8000ぐらい貯めてるはずなんですけどね。いや、でも、少なくなってるかな。ということで、さよ、失礼します。昨日もリサイクル図書もらいましたけどね。いやー、いっぱいあったんですけど、ちょっとしか取って。とりあえず。